はい、皆さんどうも、こんにちは。コーロです。いや、今日はですね、ポケモンの動画を撮っていこうと思うんですけど、今日ね、使っていくパーティーはこちらの、6匹になるんですが、まあね、ちょっと、頑張って使っていきたいというのが、まあ、こいつですね。タイルズ。うん。まあ、こいつの戦い方というか、まあ、特性じゃないな。なんか、技があるんですけど、排水の陣っていう、多分こいつだけが習得できるらしい技があるんですけど、まあ、こいつをね、見た時に思ったんですよ。あ、こいつ、ロックリーだな、ってね、ちょっと思ったんで、うちで、ナルトっていう作品でのロックリーが一番好きなんで、ちょっと今回は、ロックリー対列をね、ちょっと使って、やっていきたいなと思います。よろしくお願いします。ってことで、対戦していきたいと思います。お、どうや、今回対戦相手は。氷タイプ統一派か。そんなんもうね、こんなんもうだって、ニャオニクスで、相手オーロラベールとかどうせ貼ってくる。から、いやもう、ロトム、ギルガルド、タイレツでもうゴリゴリに、氷タイプをちょっとね、受け流す感じで、パチコリ決めていきますか。今回はちょっと、ロックリーをね、ロックリーでいかないと。うん。さあ、キューコンが雪暮らしをしているわけですね。で、これもオーロラベールを貼ってくるのが目に見えてる。絶対オーロラベール貼ってくるんで。絶対オーロラベール貼ってくるんで。だからキューコンにトリックぶつければいいんじゃない？これで、相手も、これで、コスカーフ、こっちタスキで、これ相手オーロラベールしかも打てないでしょ。相手も下がるしかない。まあまあまあ、これあられは痛いが、大体、どうしよっかな。これでなんか、してくるかな。下がっ、引いてくると思うんだよね。引いてくると思うから、そこに、どうしよう、鬼火をぶつけるか、ボルチェン。なんかアタッカーに引いてくる読みで鬼火かな。うん。相手、まあ物理アタッカーも、そこ痛んで引っ込める。何が出てくる？グレーシアか。グレーシアに鬼火入ってもあんま美味しくないな。これで鬼火入れ。そして鬼火は当たらない。鬼火が当たらない。でもとりあえずオバヒ打っちゃえばもういいんじゃないですか。その、ガムシでオバヒ。オバヒも当たらない。待て。え、どういうこと？え？全部当たらんやん。全部当たらんやん。え、身代わりって何してくんの？身代わりでなんか積んでくんの？何してくんの？グレイちゃん。じゃあ、オバヒを当てる。オバヒを当てる。効果抜群、身代わりは消える。ただ、特攻とか下がっちゃうんだ。あ、吹雪。身代わりからの吹雪か。はいはいはい。この状態だと吹雪必中だもんね。そうだよね。あれが降ってるやつって、吹雪確か必中。ちょっとボルチェンしていきますか。どういうこと？どういうこと？このゲーム何？このゲーム、何が起きてる？このゲーム。このゲーム何が起きてるの？なんで？あれ、なんで？なんでなんだ？なんでこんな当たんないんだ？そんな当たんない、必中技じゃないっけ？あの辺って大体。あ、まあ、オバヒはまあいいけどさ。なんで？なして？なしてよ。まあ、ここはまだギルガルドですかね。先にまずギルガルドを出していきます。で、相手の攻撃が飛んでくる。
攻撃、あられ、はいはい、あられは、あられまでわざと使って降らしてくる。なるほど、もうガチじゃん。もうガチで、ガチで、なんていうの、雪パ、何パ、雪パ、あられパでここはもうアイヘ、アイヘレンだから、どっちがいいんだろう。相手全部どのうち氷だから、まあアイヘレンダにしとくか。ちょっとここはね、ただまあ S では負けてると思うんで、まあ、吹雪が飛んできて、それに対してギルガルドこんだけしか入らない強い効果は今一つ。まあただバトルスイッチが入ってここでね、うんうんうん、ここでアイヘをぶち当てていく。代わりに攻撃を受ける効果は忘れ、身代わりは消える。これもう一回身代わりでもしてくるよね。打てるもんね、まだ身代わりね。これもう一回身代わりしてくるでしょ。どうだよね。もう一回身代わりしてきて、いや、まだロックリの出番じゃない。まだロックリの出番じゃない。まだまだまだ。クライアンヘッド、これで倒れる。あの、身代わりが消える。戻ってくるで、あられダメージが当たる。もう身代わり打てないんじゃないってなったら、何してくる？普通に、あ、吹雪打ってくるのかな。あ、まだ打てる。あ、まだ打てる。まだ打てる。なんでそんな打ってくるの？なんでそんな、なんでそんな、なんでそんな打ってくるの、身代わり。はいはいはい。だから、あられダメージ食らう。これで吹雪か？あられダメージを稼いで、吹雪でワンチャン倒せる状態まで持ってこうみたいな、なんかそういう感じっぽいよな。いや、ただこれ D がもう、あれしてるから。入るねー。入るねー。ちまきじゃなければ、影打ち打ってたんだけどね。うん。まあ、そういうこともあるか。そういうこともあるか。これ、ロトム、先出しだよな。ロトム先出し。で、正直、おばひでいいのでは。こいつ倒さないといけんよ。うんうんうん。で、おばひで、はいはいはい。まあまあ、ここはね。まあまあ、ここは、こう。あ、これ下がっちゃうんで、この次だな。これでロトムをもう切ってしまっていいのか、やっぱ切らん方がいいのか。次、ラスイッチの相手がわからんな。で、ラスイッチポケモン出てこないかな。出てこい、出てこい。で、ラスイッチ、で、ラスイッチ、ラスイッチ出てこい。頼む、出てきてくれ、出てきてくれ。ヒヒダルマ、ヒヒダルマ、ヒヒダルマ火傷するよね。鬼火です。スカーフやめて、スカーフやめて。やだやだ、鬼火当たるよね。当たって、鬼火当たって。腹太鼓とかしないよね。大丈夫だよね。できるっけ、こいつ。できるよね。しないよね。あー、もうダイマックスしてくるんだ。あー、すごいね。それ何、ダイナック、なんだ、ダイナック、いや、ダイアイスでまたあられを降らしてくるみたいな、するんじゃないの。ダイアイスじゃないの。ダイナックルとかやめてよ。ダイアイスとかしてこないですか。当たれ、当たる。鬼火する、やけどする、 A が下がる。とりあえずこれで、あー、まだダイナックル、まあ、それでも A 下げてるんで一応ね。お、しかも、おやおやおや、はい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 、やけども入り、相手の持ち物とか奪ってみる。いや、もう普通にオバヒ打っちゃうか。オバヒ打って退場。ここで逆に中途半端に裏に下がっちゃっても大変だから、まあダイナックル、まあ2個ダイナックル飛んできて、結局 A があんまり変わんな状態になっちゃうけど、
けどまあ、やけど入ってるからこれで A のアップがなかったね。さあ、行くぞ。さあ、来ました。ヒーローはね、遅れてやってくるもんなんですよ。行きます。任せたら、任せたり。おっす、ガイ先生。今こそ、己が忍道を貫き、守り倒すとき。ピーン、ピーン。どっちの方が早いんだろう。いや、まあね、それはもうあの重しを外したロックリーの方が早いに決まってるんですよね。まあ任せてくださいよ、ガイ先生、ガイ先生。八門投稿第三問、正門かい。チュイン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 。逃げんやろ、一人しか終わんないから。それでナイクルが全然入らない、全然入らない。硬い隊列、へ隊列硬い。相手はやけどダメージをかさましていく。しかも相手ダイアイスが打ってないから、あられも打ってないから、あれダメージも入らない。さあ、そしてからのダイマックス、ダイゴン、トモンカイからのダイナックル、ダイスチル。うん、今回まずは表レンゲとね、まずは表レンゲから打っていきましょう。うん、やはりね、まずはちょっと分かんない、これ一発、まあ、一発で倒せると思うんだけどね、倒せると思うんだけど、ちょっとこう表レンゲからいきます。うん、まあ見せてあげますよ、表レンゲ俺。さあ、第5問、トーンを返したこのロックリーがまずは見せていく表の技、表レンゲ。まあ本当は表レンゲって別にあの違うんだけどね、別に第5問トモン返した後には別に打たないんだけどね、表レンゲはね、もっと早い段階で打つんですけど、まあいいんですよ。はい、そしてヒヒダルマ倒していく。おっと、これはロックリー式隊列で全員ぶち詰めていくのか。さあ、そして残りはもはや9コンしかいない。どうなんだ、 S 上がってる。あ、でも9コンの方が早いのかな。さすがに S に全振りしてるよな。まあ本当はネジ、君を倒すとっておきの技だったけど、特別に見せてあげます。さあ、決まるのか。9コンの方が早い、でも9コンの方が早いじゃないかな。9コンの S、 アローラ知らないけど、やっぱり危ねえ。うだれんげ。パオーパオーココ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 コ。勝負ありです。対戦ありがとうございました。いや、危なすぎだろ今。はい、ということでマッチングしました、ももさん、対戦よろしくお願いします。あ、ちょっと待って、まさかのロックリー対決。いや、これロックリー出して、これどっちが本物のロックリー使いかっていうところですよね。うわ、ロックリー出して、そしてロックリー相手が、逆にロックリーに対して相手相性がいいのがいなくない？相手ロックリーに対してめちゃめちゃ相性がいいポケモンとか相手おらんよね。相手ロックリーに対して相性がいいポケモンがちょっとパッと見おらんので、ただ言うてこちらもね、まあ、なんとも言えないんですけど、相手のトドンがちょっとね、どういうトドンなのかってのもある。ちょっと迷いどころですけどね。そうだな、ロトム、トドンがめんどくさいトドンだったらロトムのスカーフとか押し付けていきたいんだけど、トドン出てくるかな。トドン出てきてもおかしくない気するけどな。ロトム、パイレーツ。いや、むずいな。ロトム、パイレーツ、トドンで、ロトン、ロトム、トドン、ロックリーでいきたいと思います。大変よろしくお願いします。うん、さあ、いやー、これ熱いね。相手も出してきてくんないかなって、あんなん入れてる
あんなって言ったらだけど、悪いけど6リー入れてるね、トレアなんてそうそういないよ、当たらないよ。なんだ、はい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 、あーラトムなんですけど、ここはできれば、ただこっちスカーフなんで鬼火当てたいけど、鬼火当てちゃうとまあまあでも鬼火かな、鬼火当てればこいつ割と役割が、うわスカーフかこれ、いやー早速ピンチ、いやまだ隊列の出番じゃないな、まだまだロックリーはまだ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 よ、リーはまだまだ早いってなると、もう熱湯で火傷を狙うしかないですね。とりあえずこいつを火傷にさせて役割をなくしたいというか、火傷に引っ込めてくる、なんだなんだなんだ、クマ、はい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 、どっち、水の構え、やけどしろやけどしろやけ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 どやけ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 どしない、しないしないか、え、これ何してくるん、普通に殴ってくるよな、でも水流れ、うん、水流、うーん、それ厳しいな、いや大地の力、もはや置き土産で、いや分かった、ここ置き土産だわ、もう任せな、耐える、水流連打は耐えてくれ、あ無理かな、無理かもしれない、無理かもしれない、あいや耐えるっしょ、これは耐える、これは耐える、これは耐える、本当は打ってもかったけど、ちょっとこの後のあれになんとかするために、ちょっとここトドン先生が置き土産して、置き土産でもう全部全部攻撃も特攻もバチコに下げていくしかねえ、もうラスイチ、相手は3体残っている、こちらラスイチ、それでも行くしかない隊列、あでも水流連打ってあれなんだっけ、上昇効果か急所だから加工効果とか意味ないんだっけ、あどうなんだっけ、あちょっと分かんないな、これ排水の陣、インファから入る、でも排水の陣打っても相手水流連打でダイマックス、ダイマックスダイナックル、いやもう分かった、気づいちゃったね、あのこの戦い気づいた、もう八門投稿ももうね使うまでもないね、うん、もう使うまでもない、もう正門回するまでもないわ、正門回するまでもなく隊列が殴ります、もうそういうこと、それでいける、うん、水流連打、あれやっぱ加工効果入ってんのかな、この感じ加工してるっぽい、全然入んないよ、こっちの上昇効果が入んないだけで加工効果はちゃんと入ってるのかな、急所って、でも急所ってあんまりわかんないんだよな、一応これで A 上昇入る、攻撃上昇入る、まあ正直ね、八門投稿も開いてれば余裕だったんですけど、まあ、インファの方が入るかなと、インファ打ってくる、でそこに対して相手はそして下がるんだけど、まあ、ダイスチルでこっちは A も B も1段階上昇を出していく、はい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 、レピーが上がるとは、さあ倒れる、で多分ギリギリ相手のゴリラにはどうなんだろう、打ち勝てると思うんだけど、ラス位置よな、相手のラス位置が分からんくて、それが怖いんだよね、それが怖い、しかも相手ダイマックス切ってないしね、どっちから来る、どっちから来る、リーリー頑張れ、リー頑張るんだ、お前ならまだいける、はい首長竜、首長竜、首長竜ね、相手の方が早いよな、しかも特殊な、特殊なんだよな、
ダイナックルリーリー、あーダイファックス切ってきて怖い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 、リータラムヒタラムウラレンゲだリエリーリー、ウラレンゲ決めてくれ、ウラレンゲでなんか知らんけどワンパンで倒せ、なんか知らんけどワンパンで吹っ飛ばせ、なんか知らんけどワンパンリーダイナックルで、うわタイトラくんダメじゃん、リー、いやあ頭か対戦ありがとうございました。はい、ということで対戦よろしくお願いします。おなんかゾロワークとかゾロとかいるね、あやつらアークタイプなん で僕ね知ってるんですよ、だいたいゾロワークいるパーティーってうちのパーティー見ると絶対出してくるんですよね。預かったらこいつエスパータイプゴーストだからアークタイプ抜群で、ニャオニクスもやっぱアークタイプだと動けないんで、こっちの見た感じ多分ニャオニクスでなんかいろいろしてきそうだから、まずゾロアークが実は初手にいるっていうのが結構多いんで、そこを見越したまさかのちょっとこれ賭けなんですけど、あの初手ロックリー、初手ロックリーをぶちかましていき、でパッチラゴいるんでちょっとトリトドンを置き、だから炎虫かこれちょっとロトムかな、こうちょっとロトムでいきたいと思います。いやここはもう僕初手ロックリーぶちかましやっていきたいと思います。まあね、やっぱロックリーの試合で一番熱いのってやっぱあのガーラと戦うね、あの中忍試験の試合ですよね。もうあれ見て惚れたよね、ロックリーかっこよすぎるもん。そう、重りを外すシーンとかさ、初手パッチラゴンなんだけど、これはねパッチラゴンじゃないです、こいつはパッチラゴンじゃない、こいつはゾロワークなんで、僕は意気揚々と八門投稿門を返します。はい、八門投稿門外、いやこれ絶対ゾロワークでしょ、もうゾロワークだよ、あかんあかんあかん、ゾロワークゾロワーク、もうこんなんどう見ようゾロワークゾロワークゾロワークでしょ、カウンター、カウンターかタスキっぽいよな、タスキっぽいんで、え、タスキっぽいなぁ、うわぁ、タスキカウンターやだなぁ、タスキカウンターやだなぁ、でも逃げられなくなっちゃったからなぁ、タスキカウンターやじゃなぁ、タスキカウンターやだなぁ、ダイマックスして、ワンパンで勝っても負けちゃうよな、大体あれゾロワークなんで、地獄好き、で、はいはいはい、あゾロアなんだ、でこのダメージ量だったらカウンターでこっち倒れないと思うんだよね、倒れるわ全然倒れるわ、そりゃそっか、カウンターかズルじゃんカウンターはズルじゃんね、それはね見抜いてはいたんだけどね、うん、全然見抜いてはいたんだけどね、うん、余裕で見抜いてはいたんだけど、ネットで、ああなるほどね、はいはい、こっちのトドンがなんかよくわかんない変な動きをしてくると大思いかもしれませんが、僕のトドンはもう C 全振りしてる謎のトドンなんで通用しませんよ、別にアタッカーとしてちゃんと運用できるトドンなんで、そんなに期間大体1体はもう分かってるんで、もう分かっちゃってるんで、さあパッチラゴンいいんかい、まあ、ダイマックス切ってくる可能性もあるけど、ダイマックス切ってくるのかな、ダイマックス切ってくる可能性あるな、ワンチャントドンにこのままダイマックス切ってダイアースでぶちかます、ちょ、トドンダイマック
ど8万どこなんかい。あ、切ってないな相手。大丈夫かそれ。トドンのダイマックスは予測してなかったかな。トドンの8問投稿門回は予測してなかったか。さあ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 、トドンの8問投稿門を回していく。なるほどね、こっちガイ先生だったわ。トリトドンというあのこっちガイス、マイトガイだ。お前もか。あ、お前もかそれ。もしかして君ゾロワークか。なんだ君はよ。まあ吹っ飛ばすんですけど、ワンパンで。ナイトバースターゾロワークじゃんね。はい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 。まあ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 、よかろうよかろう。関係ないね、ワンパン倒したから。からの食べ残しで体力をガーバーチコリ回復していく。でも相手はもうこれね、パッチラゴン確定なんで、このパッチラゴンに対してもう確実にぶち当たる大アースを、もう朝クジャクをぶちかましていくと。さあさあさあ、相手のパッチラゴン、まあ当然ダイマックスしてくるでしょう。関係ない。まあ相手に草技があれば別だけど、いやパッチラゴンに草技ないべ。電気ドラゴン飛行はわかるけどね、もう一個ぐらい何か来るのかは知らないけど、草技はパッチラゴンにはないと思うんだよね。相手の方が早いとは思うんですけど。おお、相手大アースなので特防上げに来た。地面タイプか。はい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 、まあ、いいダメージは、はい、さすがね、張り切りで、まあ、特防相手上げてきましたが、まあこちらもバチコリ大アース。まあ特防上がったらきついかな、ワンパンは。でも死に全振りとはいえ、おお、パッチラゴンに対してなかなかの、まあでも半分入った半分入った。食べ残して若干回復していく。これどうだ、相手の、まあ、挑発効果解けてる。でもダイアースでしょここ。相手またダイアースか。でもダイアースやめてほしいんだよな、裏にいるのロトムだからさ。耐えろー、耐えたー。 裏にいるのロトムだからさ、そんなに特防上げられちゃったらさ、何もできなくなっちゃうんだけど。ダメめけっこいけ。おお、ガイ先生、対戦ありがとうございました。